はいどうもピオキングです。今日はですね正解のコースやっていきますか。で今日見つけたコースはですねテトリスタワーっていうなんかめちゃくちゃ難しそうなコースが出たんですよ。クリア率はね 0.38% しかなくって、まあ、それでなおかつ題名にね、まあ、コース名かテトリスタワーって書いてるんですよね、まあ、このテトリスを使ってでどういう風にね難しくなるのか非常に楽しみではあるんですけど 0.8% だもんね。ちょっと待って、こっちでいい？マジでこのノコノコでいい？これ上に上げればいいだけじゃない？ちょっと待ってね、タイミングよく行こう、タイミングよく行こう。ここよし来た。でこのまま上、ちょっと待って、ね、タイミングここでジャンプ、よしオッケーオッケー。あこれ本当に 0.38% かな、どうなんだろう。結構簡単な感じはするんだけど、ちょっと待って、これ一回上に上がってて、上に上がりたい、上に上がれ、上に上がれね待ってこれ左から行けばいいのかな。いやちょっと安全を取ってこっちから行きますね。待ってマジで上がれ、ちょっと待ってマジで下手くそ。よしオッケー。でこれ気になるね、なんこれ行きアップか、これ右行けるのか。右行けるんですけど、ここのノコノコはどうすればいいんだろう。一旦左行きますね、一旦左行ってこれを取っておきます。ここで P スイッチか、なるほど、 P スイッチを押してここのこれ、え、これでいいの？本当にこれでいいの？ちょっと待って、え本当にこれでいい？まあこれで右に行けるんでしょうけど、ちょっと待って、危ねえ危ねえ危ねえ、これ中身出たしさ、このまま行こう、ジャンプでタイミングよく行こう、ジャンプ、いいね、でジャンプ、よしオッケー、で一気アップ、ちょっと落ち着くね、よしオッケー、じゃあ行こう、で下でもう一丁下、はいオッケーオッケーオッケー。えこれ本当に 0.38%、 そんなに難しくないぞ、これ一発でいけるんじゃない？ねえちょっと待ってね、よし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 、なかなかいいタイミングだぞ。ちょっとこれも待ってね、ほいだっダメだ。でねこれ僕思ったんですよ、ここのさ上上がってあの P 押さなくてもこの上からいけるんですよね、わかる？この上今いけるんですよ。だからあの P スイッチはもしかしたらさ今踏むんじゃなくて持っていくみたいな、もしかしたらそういう罠があるかもしれないから、ちょっと持っていきますね。でこっから行こう、もしかしたらその 0.38% に隠された謎はここかもしれない。でここちょっと待って、うわー、待って、あ P 押したら右に行くんだ、ノコノコが。なるほど、そうやって行けってことね。じゃあこの P 絶対踏まなきゃいけないってことね。オッケーオッケー。でこのリズムよく行こう、ほいほい、よし、で降りる、降りるの、この下に降りる、まあ、ここまではめっちゃ簡単なんだが、でここで左でしょ、でここも左、タイミングよく行こうか、ちょっと待ってね、うわこれタイミング地味に難しい、ほいよしオッケーオッケー。さっきここでやられたんですよね、いいタイミングがない、いいタイミングがないぞ、ほいよしオッケー。でもう一丁、よしオッケー来た、このまんま土管に入ります。まあこれでゴールっていうことはないと思うんですよ。中間ポイントくれるんだ、ちょっと待ってくれ、ここで右、あなるほど、そういうことね、テトリスタワーって。あーやっと謎が解けました。いやーこれは 0.38% なだけ、いやちょっと待って、間違えた間違えた、これ左でしょちょっと待って、ちょっと待ってね、でこれ左でしょ、でこの甲羅が飛んでくる、でこれリズムよくいけって感じね。ちょっとさっきとリズムが違う、さっきとリズムが違う、ほい、うーあい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 、ちょっとねこのタイミングめっちゃ難しいんだよな。結構リズムに乗ってったらいけるかもしれないんですけど、タイミングが遅いんだよな意外と。ジャンプオッケーオッケー、でもう一丁ジャンプ、うわっ待って、めっちゃ怖い、めっちゃギリギリかもしれない、ほっここよし、でここよし、いいね、でジャンプ左、よし、でもう一回ちょっと下降りるね、はいこっちで、で右どんどん上に上がっていけパターン、ずっとこれずっとこれ結構きつくない、こっちよし、うまい、左、あ怖いちょっと怖い、よしでここドロ、よしオッケー、で次はこっち、マジで見えないんだよな、マジでタイミングゲーだなこれ、ほよし、で次左この手で次ここ、よしオッケー、次四角、よしで次は赤、よしなかなかタイミングいいんじゃないかこれ、ちょっと待ってこっち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 、あぶねえ、ちょっちょっちょっ待って、あはははは、ほんと難
難しいこれ。 0.38% っていうのもねマジでうなずけると思います。だいたいこういうコースってさ、喋りながらやるコースじゃないよね。絶対違うよね。僕マジでそう思うんですよね。これスタイミングゲー、リズム天国とか、まあ音楽ゲームもそうなんですけど、このマリオで言ったら音楽コースとかさ、こういうタイミングゲーっていうのはあんまりね喋りながらやるコースじゃないと思うんですよ。あとね超鬼畜コース、まあ、超鬼畜コースもね、まあ、クリアまで何時間もかかっちゃうから、まあ、2時間も3時間も下手したら10時間とかかかっちゃう時あるんですよ。まあそういうコースもですね、まあ喋りながらやるコースではないかなと僕思うんですけど、まあ、それでも喋りながらやってってるんですけどね。まあこれはただタイミングをちょっと待ってね。はい、ちょっと待って、危ねえ、ちょっと、いや待って、めっちゃ多くなってきてる、ブロックがめっちゃ多くなってきてるからマジでむずい。ほっ、よし、オッケーで、ここもジャンプ、もうちょっと、よし、オッケー、ここ安全でしょ。危ねえ、やったクリアできた。これもうクリアでよくない？やったありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースなんですけど、まあサムネがすごいよねサムネめっちゃすごいよね。もうガリガリとガリガリがめちゃくちゃあるんですよ。でリフトがある。まあこれはね、まあ、ガリガリを避けながらね、まあ、リフトを乗り継いでいけみたいな感じだと思うんですよね。まあリフト乗り継ぎが好きな僕にとって最高の大好物のコースですね、これ本当に。まあ得意な方はですね、まあいっぱいいると思うんですけど、こういうリフト乗り継ぎゲーっていうの、まあ、そんなに難しいわけじゃないかね、このリフト乗り継ぎ。ちょっと待って、こっちで合ってるのかどうなんだ。ちょっと待って、危ないぞ、結構危ないぞ。これはいけるか、これはいけるのか、ジャンプ、よっしゃ、オッケー、中間ポイントゲット。これ1回で行けたらすごくない？これマジで1回で行きたいな。ちょっと待って、左に帰れってこと？これ左に帰れってことか。わかった、なるほど。ちょっと待ってね、ほいほい怖え、待って、マジで怖いけど、まあ1点ちょいだったら下手したら一発でいけるチャンスはあるんですよね。まあさっきクリア率じゃないや、あのチャレンジ数見ましたよね。まあそれをちょっと証明してますか、証明してみせますね。一発でいけたらちょっとそこだけ乗せます、証明してみせます。マジ噛みそうなんですけど、このまま左に行ってここでゴールで会ってくれ。まだ多分ゴールじゃないと思うんですけど、ここで中間ポイントかな。うわ、ピッとか言った。え、なんでこれ、ドカン。うわ、なんだろう、さっきのサムネみたいなコースがあると思うんですよね。この辺か、さっきのサムネは。ありがとうございます、中間ポイントいただきます。このまま左に走っていこうか。多分このまま左に走ってスピードランみたいな感じかな。多分そんな感じでいけばいけると思います。多分そんな感じです。うわ、危ねえあ、ここだ、サムネのコース、ここだ。ちょっと待って、これは結構きついぞ。ジャンプジャンプ、よし、ちょっと落ち着いていこう。これマジで一発クリア目指しますね。一発クリアを大事にしていきますんで、僕ちょっと落ち着いていきます。ダメだった、一発無理だったか。あともう何回かやられるかもしれない。あれ何回も来られたら一発でいけるクリアしちゃって、まあ相当噛みましたけど、ここね、ここマジで難しい。さっきこうやって綺麗にいければよかったんですけど、そしたらね、もしかしたら一発でいけたかもしれないんですけどね。さあここで鍵、なるほど、戻れってことか。ここでもう一回戻らなくちゃいけないのか。いや難しいな、急に右から左、まあ、左から右とかなったらマジで難しいよね。このままゆっくり落ちていきます。よし、オッケー。で、ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ、よし。さっきさ、スタート地点、鍵ドアあったっけ？まあ、鍵ドアあったっけ？まあ、ちょっと見てないんですけど、で、ここで回転ジャンプでいこう。オッケー、オッケー、オッケー。だ、これでいけるでしょ。よし。で、ジャンプ。よし、オッケー、鍵ドアゲット、よっしゃなんだ、鍵ドアゲットって。これは、CK ジャンプス。これ？このスピンジャンプでいけるってこと？オッケーオッケー、クリアじゃん。あ、2発でいけたってことかな。うるせえなめっちゃうるさいな。まあ2発でいけましたか、 GG。 グッドゲームだったっけ、 GG って。ちょっと待ってくれ、そんなとこに針仕掛けないでよくない？いや、しかもこっから、マジかよ。待って、これ飛ばしてもいいよね。もうこれ飛ばしてもいいよね。ちゃんとクリアするから飛ばしてもいいよね。さあ戻ってきましたもうさっきここでやられちゃうんだから、ここでジャンプね。はい、それじゃあ次はこのコースですね。人気ランキングのトテムズで430番ぐらいにあったんですよ。これ詳しく見るを見てみたらね、コースの距離っていうのかな、まあ、そんなに長くなくって、まあ、ベストタイムもね12秒でクリアしてるんですよね。ノーグラウンドシェルジャンプオンサーナ
んとかね、まあ、このコースは短いでこんだけのクリア率っていうのは結構難しいんじゃないかなって思うんですけど、まあ、非常に楽しみですね。それじゃあ早速やっていきますか。どうしようか。これは早速踏んでってちょっとわかんないな。わかったわかった。これさ、速攻踏んでってここでちょっと待って待って、わかったわかったわかったって。このコースはおそらくですけど、このノコノコを使ってこう2段ジャンプしていけみたいな感じだと思うんですよね。いやちょっと待って、ここはよし、オッケーで、ジャンプ、よし、オッケーで、ジャンプ、ジャンプ、よしよし、で、ここで、ほい、あはははは、惜しい、とても惜しい。よし、ここだね。ここを、上じゃねえ。この亀の甲羅を使った二段ジャンプはね、相当苦手なんですよ。今までね、やってこなかったと思うんですけどね。まあ、相当苦手だからね、やってこなかったんですけどね。まあ、これでもね、なんか、この字があるじゃん。この字があるからね、めっちゃやりやすいんだよね、二段ジャンプが。で、最後、これ左ね。よし、オッケー。この動画が良ければ、グッドボタン。そして、ぴよきんぐのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。